こんにちは、ビーグッドジャパンの柴田です。今日は西小山にあるシェアハウス、アベニュー目黒西小山というシェアハウスを案内します。こちら側にまずゴミ箱があります。このゴミステーションにゴミを捨てるようにしてください。そしてこちらが入り口になりますけど、各お部屋に一つずつポストがあります。で、入り口は暗証番号で開くようになっていますので、中入りましょう。はい、玄関はこんな感じになってます。ここに下駄箱がありまして、中はこんな感じで靴を収納できます。そしてここにはスリッパ置き場、各お部屋ごとあります。あとここにはいろんな情報とか、載せるボードですね、ゴミ当番の表とかもここにあります。シェアハウス中入ってくると、まずこちらに、洗濯機が1つあります。これは無料で使えますね。あとこちらトイレ、このシェアハウスでは1つあります。トイレの横には洗面台があって、ここには各お部屋しっかりポケットがあるので物とか入れることができます。こちらはシャワールームです。こんな感じでシャワールームになってます。ではこの奥、リビングです。キッチンもこっちにある感じになりますね。シェアハウスこんな感じで、キッチンのところでまず準備している、私たちが準備しているものはこの、電子レンジとトースター、あとケトルですね。あと IH のコンロが2つ、それからここのスポンジとか洗剤というものも私たちが準備してます。で、下にはゴミ箱があって、ここには一応お部屋ごとで物入れられる箱とかもあります。ここにはテレビがあって、大きな机と、で、共有部には Wi-Fi が通っているようになってます。で、キッチンの隣の奥のここには、各お部屋で3個ずつ収納ボックスがあります。こんな感じですね。で、ここには可愛らしいソファーと椅子があるので、ちょっと休んだりとかすることもできます。はい、で、共有部は週に1回クリーニングスタッフが掃除入っているので、お掃除することはないです。で、こちら今空いてるお部屋104号室中紹介させてください。お部屋の感じはこんな感じで、各お部屋に冷蔵庫、それから足つきのマットレスと、ここのお部屋には収納ラックがあります。あとは机と椅子、ゴミ箱と、ここに服とかいろいろかけるのと、エアコン、こんな感じですね。はい、あともう一部屋101号室も空いていますのでご紹介します。この部屋です。101号室はこんな感じです。で、ここの手前には大きい収納スペースがあって、ここに服とかもかけられますので、このスペースはとても使えると思います。で、こちらの奥にはここに、冷蔵庫と机椅子も同じようにものが備え付けてありまして、で、ここのシェアハウスは外にバルコニーとかがないので、お部屋で服とかを干してもらうんですけども、ここに物干しでこうかけられるものがあるので、ここに窓を通すとか紐をこうかけて服を干すというような感じになります。あ と,、このお部屋には有線でインターネットをつなげられるようになっているので、それでインターネットも使ったりすることもできます。で、ここのシェアハウスは、5部屋なので、すごくこうアットホームな感じで住んでいただけるっていうのと、あとはシェアハウスの1分くらいでセブンイレブンにまず行けるのと、駅の近くには、スーパーとかもありますから、すごく住みやすくなってます。シェアハウスから駅までは並木道で桜の木があるので、とても綺麗で気持ちがいいと思うので、ぜひこのシェアハウス検討してみてください。ありがとうございます。